はい、ケソです。こんにちは。はい、どうもハネムンです。さあ、待ってました。私、構築済みデッキが更新されたということでね。それ構築済みデッキやの？構築済みデッキの欄にあるんで、構築済みデッキだと思うんですけど、もうでも第7弾って書いてない気がします。第8弾か。第8、あ、確かに第、本当だ、うん、忘れたんじゃない。ちなみに僕、それ買ったら消えましたからね、うん、あ、買ったら消えるんだこれ、うん、だから違います。あー、違うんだ。残念。はい、ということで、なぜかわかんないけど4リーダー分しか売ってないんですね、今回ね。うん、で、中身が、まあ見た感じ、新しいレジェンドカードが1枚入ってて、はい、で、古いレジェンドカードが、まあ、3枚、はい。で、ゴールドが9枚のシルバーが9枚みたいな感じですね。はい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 。まあ、これが4リーダー分あるんで、まあ、せっかくね、運営がこうやって販売してくれたのであれば、我々もね、やっぱ実況者として、こう宣伝しなきゃいけないわけで。ああ、何の使命感なの。いや、まあ別にお金もらってるわけじゃないんだけどはいはい。でもこれをあれですよ、我々が使って強いところをお見せして、こうみんなに買っていただいて、はい、ね、まあ別に買わなくてもいいけど。しかないね、その先ねだって俺ら別に得もないし、うーん、まあこういうのがあるよっていう紹介、紹介ですかね、はいはいはい、をしたいと思いますんで、どうぞお付き合いください。いいよ。はい、さあ始まりました。はい、テンポラリデッキ対決ということで、10点覚醒のテンポラリデッキっていうのが今期間限定で発売しておりますね、はい。エルフ、ロイヤル、バンプ、ネクロの、カードというデッキがあるんで、はいはいはい、まあそれ期間限定らしいんで、私たちもね、期間限定ってことには弱いからな。そうなんですか。弱いんですよ。なので、はい、買ってみました。私はバルフリートロイヤルです。なるほど。はい、あー、なるほど、こんな感じね。ハネムーンさんは狂乱バンプってやつですか。そうですね、狂乱バンプですね。いいじゃないですか。まさすぐ自称していきたいと思います。あー、いいですね。うーん、どうしよう、めちゃくちゃ出したくないカード出していい。いや、出さなくていいんじゃない。あー、ほんと。あー、でもね、出すわめちゃくちゃ出したくないカードですけどね。あー、はい、確かに、あんまり出したくないですね。はい、さあ、いかがでしょうか。まあ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 、自称を重ねていく。あ、なるほどなるほどなるほど、はい、なるほど。まあそうですよね。じゃあやられたくない動きを。はい、まあまあまあ、しょうがないですよね。こればっかはね、こればっかしょうがない。やられたくないんだろうなと思う。やられたくないですよ、そりゃ。だってね、だってこれ出したらね、そうね、出したらね、そうね、まあでも出さなきゃいけないね。はい、ああ、なるほど。まあ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 、ちょっとやだな。でも、いや、でもね、アンテロプオーレが強化されちゃうからね、うん、こいつがなかなか退場してくれないっていう。まあ確かにね。ああ、一旦生き延びちゃったこいつ。どうしよっかなこれ。あー、ちょっと待ってね。いや、どうしようかなこれ。嫌だな。嫌でしょうね。うん、そいつを取る術がない、俺は。うーん、こいつな。まただ。よいしょ。2体目が出てきた。俺、アンテロープビートで殺されるわでも、そして君、狂乱に入りそうっていうの、うん、まだ4回だよ。あー、どうしよっか。あー、もう本当にあれだね、弱いな、こっちのあれが。一応アンテロポリアなんだかな、2個33だからな、こいつ。一応ペインレスを出させていただいて。なるほど、うん、顔で受けるパターンね。そうですね、7点受けようとしてますね俺は本当にでもこれ以外どうしようもなかったからな、うん、これはどうしようもないです。はい、はい、さあ、さてと、したらいきなり私復讐状態のようなもんですね。そうだね。はい、どっちかなこれ。こっちかな。あー、でとスタッツが全部強い。そうね、一枚引かせていただいて。あ、まずいまずい。あー、そう。じゃあ、まあこれどうせだった、まあこれは顔ですね。まあそうだよね。あー、痛い痛い痛い。あー、痛い痛い。すげーな。ねえ。でも来ましたちゃんと私バルフリートがね。これはまあでもこっからだよな、正直な。そうね、こっからっすよ。あ、もうこっからといって HP9 なんだけどね。俺も11だね。まあ確かにな、確かにな、実は、はい、さあ、こっからドローが楽しみですね。バルフリートの効果でプラス2にされた兵士たちが、あの、そうだね、いっぱい来るんで楽しみですね。生きてればの話ですけど、狂乱正しい。あー、まずいまずいまずい。もうただ進化するの君狂乱ただ進化。これはよくないですね。これはペインレスも普通にやられてしまうタイプの。うん、そうだね。でも自称あるのか。いや、そうなんだよな。自称がなければ、手札の数たちがね、狂乱だと、うん、狂乱だと自称しない。なるほど。あー、そうか、あまり絡み合ってないですね。そうだね、まあしょうがない。こいつは確か短周進効果あるんだな。じゃあ
どっちか取られちゃうな、ターン終了するだけで。こうして、あ、エーリはよくない、こうして、あ、よくない、ペイレス生きた、うん、いや、生き、いや生きねえや、死ぬわこれ、なんだ、自傷あるんじゃん、はい、うわー、なんか出たなんか出た、なんだこれ、いや強いね、煉獄のダークナイトさん、なんか出たぞ、ん、これまずいんじゃないの、まずいね、これまずいね、まずいね、いや、こいつマジ強えな、煉獄のダークナイト、やってるやってる、めちゃくちゃやりたくない動きしていい？いや、ダメ。オネストシーフ、主進化ですね、これね。だってまだ連携も溜まってないんですもの。連携も溜まってないんですよ。オネストシーフ、主進化やばいな。オネストシーフ、主進化で、もう、さらによ、さらにわけわかんないことするよ。あの、オネストシーフを出して、うん、あの、黄金の靴履かせますからね。これ大丈夫これ。俺のオネストシーフなんかみんなのオネストシーフと違うんだけど。違うね、うん、なんか様子おかしいわ、いやーでも待てよ、これやることがない、いやーやることがないな、まあでも唯一の救いがお前がそこまで減ってるってことは、俺失踪札引けば結構きついね、やっぱだからね、うん、なんとかなるんじゃないかっていう、あ、人狼やめてやめて、それそれ残り1になっちゃうからそれ俺残り1になっちゃうから、それさあ、どうにかしてみろ、エンド、まずいまずいまずい、さあ、あと1点、まずいまずいまずい、何減らせっかな、なんだ、さっきから、なんなのこの機械の輸送車って何これは一応強くはなってるんだけど、ほう、いいじゃん、機械の輸送車、ええ、やだが、じゃあこれちょっと老齢なる鏡面引いてみるか、えい、あ、何、あ、何、やだよ、違うの、何、違うの、待ってね、違うのよ、なんだよ、ムーン君、え、畜生、なんか分かったよ、何、分かんねえけど分かったよ、分か、え、待って、どう、ちょ待ってね、え、わ、え、待って待って、 わがままな呼び出しもします、はい、あ、いい感じいい感じ、いくよ、こうでしょ、輸送車強くなった、お、強い、さあこれはすごいいい勝負ですよ、ムーン君、いや、 HP1 同士のマジ対決でございますな、これはな、あ、そう、いかがですか、危なさあ危な、どうですか、危なかった、負けかと思った、自称できないよ、自称できないよ、いいの、一先無理だよ、シスシス、お前すごいよく引いたねよくシス引いたね、お前がシスみたいな感じですよ、ね、俺オクト引いてないよまだ、俺まだオクト引いてないよいいのそういうの、いいの、い、大丈夫です、あ、本当にはい、お疲れ様でございました、いや最後びっくりしましたけどね、まあまあ、あと1点まで、そうね、なんかあったのかな、いや無理だよな、ないよな、なんかまあ回復、ちょっと狂乱にしては回復が若干少なかったかな、あ、はいはいはい、狂乱入るまでは自称してくれるけど、 それまでがそこからちょっと回復しなかったけど、そこから回復しないっていう感じか、うん、そうね、結構ボコボコ、ああなるほどですね、危なかったですだから、うん、最後結構あれですね、でもね、はいはい、運営が用意したデッキにしては結構ガチな感じで、まあ、ちょっと調節すればもうランクも潜れそうですね、そうだね、レジェンドとかちゃんとレジェンドを増やして、はい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 、ということで、まあ、あのテンポラリーカードになるのかな、ここで買ったやつは、うん、なので、まあ、カードが少ないよって人はね、もしかしたらあの買ってもいいのかもしれないですね、そうですね、はい、ということで、はい、今日はテンポラリーデッキ対決でございました、はい、それでは終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。